特集は NCC が6年前から継続取材している難病患者の声を残す取り組みです。今日から3回シリーズで放送します。ALS、筋萎縮性側索硬化症の女性は発症から2年が過ぎました。少し喋るのが辛くなってきました。それでも彼女はどうしてもやりたいことがありました。前向きに生きる姿を追いました。おはよう、かのんちゃん。最後の声が。パソコンから私で聞すこえたのは自分の声。マイボイスという無料のソフトを使えば、言いたいことを打ち込むと、事前に録音したその人の声で読み上げてくれます。おはよう。東京都立神経病院。特に難病と言われる病気を専門的に見ています。そのリハビリテーション科の外来には全国から声を取るため患者が訪ねてきます。マイボイスの開発に関わっている本間さんはこれまで282人の声を残しています。朝だよ、時間だよ。ALS 患者の赤川由香さんです。去年の5月から普段使う言葉や子どもたちが好きな絵本の朗読を録音しています。一番の贈り物。喋れなくなったとしてもそういうので残していけるから、何かを伝えられるから、今は踏ん張っていろんなものを残していこうと思います。 ALS は筋肉が衰える進行性の病気で、喋ることさえも難しくなります。患者は生きるためには気管を切開して人工呼吸器をつける必要があります。でも命と引き換えにコミュニケーションに不可欠な声を失います。 OK。 天気がいい日は散歩に出かけます。ゆかさんは2人の娘のママ。近くに住むお姉さんの子供たちも今日は一緒。29歳の時に ALS を発症しました。一つ年上の会社員光吉さんと結婚して7年になります。人柄に僕は惚れましたかね。周りを明るくする力っていうのを本人すごい持ってるなと思って、一緒にいたら僕もそうですし、ゆかの周り、嫁の周りが明るくなるんじゃないかなと思って結婚は決めましたね。光吉さんはゆかさんが好きなことはしてほしいと見守っています。ゆかさんは1年前からやりたいことがありました。こんにちは。よろしくお願いします。どこで、多分こっちの方がいいかなとは思ってるんですけど、座った方がいいよね。座っちゃうもんね。だからちょっとセッティングしようかな。早くなんない。西岡正道さんです。西岡さんはクラシックからジャズまでマルチに活躍する音楽家。ゆかさんの友人のご主人です。楽しみですね。よろしくお願いします。ゆかさん、レコーディングをします。詞は自分で考えました。曲は西岡さんが作ります。鼻血が出そう。鼻血が出そう。ファンデーションついたらすいません。大丈夫大丈夫。初めてのレコーディング。大きな虹を探しに行こう。スピードが。うん。
症状。うん。あの途切れ途切れがいいんだけど。うんうん。うん、そうだ、大丈夫だよ、うん、大丈夫、うん、意味と歩いた俵を思い出しね、繋いだ手のぬくもりは永遠だったら、うん、はい、意味のそばにいるよ、はい、ファルセットが綺麗だね。ファルセット。ファルセット、裏声が。裏声、うん、ありがとう。裏声の生き方すごい綺麗だね。ありがとうございます。うん、先輩。先輩。小さな種を。19歳の頃からガールズバンドをしていました。うん、病気になって歌うことが難しくなりましたが、今できる自分の気持ちを大好きな音楽で。自身の声で伝えたいとの思いから無理を承知の挑戦です。右の手には夢を、左の手には希望を持って、はい、OK、 一緒に一緒にいるよ、 OK、 意味の奏でる音色はキラキラ弾けて、うん、いつでも一緒これ残しとくわほんね、うんうん、はあ、なの大丈夫、うん、大丈夫、納得する声を取るため何度も何度も、一人じゃない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 一人、うん、OK、 ちょっと待って、いけたんじゃないかな、あやすさがさうん、歌うのはただでさえ体力を使います。レコーディングを始めて3時間が過ぎました。もう限界でした。レコーディングしててすごい、歌うことってものすごく体力を使うことなので本当は大変なのに、すごい大丈夫かな大丈夫か心配しながらなんですけど、大丈夫大丈夫って言ってて、でも結構無理するタイプだろうなっていうふうにも思いながらも、明るく最後までやりきったなっていうのもあるので、歌詞ありきの曲だと思ってるので、まあそれを最大限活かせるというか、それが伝わりやすい、飾りっ気のないものにしたいな。6月下旬音楽は完成しました。曲にタイトルはありません。歌詞は希望を持って信じた道を進もうという内容です。歌で伝える、ゆかさんの夢が一つ叶いました。明日は1年間かけ録音した声を2人の娘たちに初めて聞かせます。ゆかさんにとって声とは。6分間あるんですが、大切な人に聞かせたい声、ゆかさんの思いが詰まっています。明日もぜひご覧ください。